マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。梅雨に入りましたよ。梅雨に入りました。鬱陶しい、ジメジメした毎日ですよ ね。雨はね、とっても苦手なんですよね。長野さんは雨好きですか？いや、あんまり好きな人いないと思うんですけど、うんうん、やっぱりなんかこう気圧の関係で体もだるくなったりとか、ね、なんかこうしんどく疲れやすくなったりとかしますもんね。しますします、うん、あの、私は雨になると偏頭痛が発症するんです。偏頭痛がします。ひとみちゃんの場合は髪の毛がくるくる曲がり始める。あ、そうですね、あのテンパーですからね。そうですね、結構くせ毛なので、だからあのひとみちゃんの髪の毛を見てると、あ、明日は雨だとかっていうのは分かりますもんね、うん、こうやっぱり湿気があるとね、うん、うねってきます、髪が全部。まあそういった梅雨時なんですけれども、まあ、楽しくお届けしたいと思います。楽しくお届けしたいと思います、はい、ひとみちゃんの声はいつも爽やかな、いや、草原の香り、草原のようにねやっていきたいと思いますけど、はい、まあ、あの気象予報士を目指しているひとみちゃんなので、まあ、梅雨が明けるとまた暑い暑い夏が来ると思うんですよね。そうそう、今年の夏どうでしょう。今年の夏はですね、皆さん覚悟なさっていただければと思います、はい、猛暑です。暑い、暑いんです。とことん暑いので、あの熱中症とかですね、はい、気をつけてね参りましょうね、皆さんね。まあね、こう暑くなると海とかに行きたいじゃないですか。海ですね。梅雨が明けたらプール行ったり海行ったりとかね、うん、皆さんできます。ただそこでは水着になったりとかねしなきゃいけないじゃないですか。今年こそは水着を着たい、はい、皆様に見せられる体にしたいと思って日々ダイエットに励んだりトレーニングに励んでいる方も多いと思います、うん、はい、でも、あ、今年も間に合わなかったとかですね、そういう理由で、うん、海に行けないという人もいるのかと思うんですけども、今からまだまだ間に合いますよね。そうですね、ダイエットとかね、筋トレとかもね。そうですね、ダイエットするときはただ食べないんじゃなくって、うん、プロテイン、タンパク質を取りながら運動することが大事かなって思います。さあ、差し当たって、うん、すぐに効果が出そうなエクササイズとかなんかあります？おすすめは。はい、ラジオ体操第2、これ大事です。毎回いろんなところで言ってますけどね本当にやってるんですか、ひとみちゃん。やってます。朝起きてこう、はい、背中を伸ばしたり、うん、こう、あの脇の下を伸ばしたり、こう頭をくるくる回したり、お、はい、そうすることによってひとみちゃんのようなナイスバディを得ることができて、今年の夏浜辺の人気を独り占め視線は全部私に来るわみたいな状態になるわけですね。ナイスバディではないのですが、まあなんか、あの、そうですね、体の調子が良くなるかな。あと、あの、でもなんかこう体に自信を持ってるって言ってましたもんね、うん、ひとみちゃん、ね、でもないない、全然ないです、全然ないんですけど、まあ日焼けですか、日焼けも気にしてて、うん、あの
日焼け止めは欠かさずしてますし、 SPF50+ あと日傘とかもね、うん、やってちょっと日焼けしちゃうとあのシミとかね、そばかすが出ちゃうんですよね。あの日焼けをしないために日傘、はい、をさして、日傘を持って逆に腕が太くなっちゃうとかっていうようなこともあるかと思うんですけど、うんうん、それを避けるためにいい方法があるんですよね、ひとみちゃんね。そうです、日傘は、うん、左手と右手、はい、交差して使いましょう。交差して使うんですか交差して使うんですね交差というか、はい、右手で持ったり左手で持ったり持ち帰るわけですね。持ち帰るってことですね。あのずっと左手で持ってると左手ばっかりは太くなっちゃうので、5分左手で持ったらまた次の5分は右手で持ち帰る。そうですね、これが一方の腕を極端に太くしないための対策でございます。あともう一つなんですけど、はい、私はあのレコーディングするときに、うん、ちょっと高めにマイクをセッティングしていただくんです、先生に。あ、はい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 。そしてつま先立ちをしながら歌ってるんです、実は。これ本当の話です。歌うことがダイエットなわけで。そう、そう、なんかね、自分でもこうつま先立ちしで、うん、あのするとなんかあのこの声帯が広がるんですね、に気づいたんです。あ、それで上手に歌えるんだったらその方がいいですよね。だからレコーディングの時は、あとお歌のレッスンの時も、はいはい、必ずつま先立ちして歌ってるんです、うん、あのさつきみどりさん、女優のさつきみどりさんが信号待ちとかする時には必ずつま先立ちで、うん、あの信号が変わるの待ってるって言ってましたもん ね、 ね、そうするとヒップアップ、うんに効きそうですよ、はい、これは簡単にできますからね。皆さんも日常生活の中で取り入れていただくといいかもしれませんね、はい、そうです、つま先立ちで、つま先立ちでよくね、あの学校かなんか行っててこう先生に刺されて、何々君そこ読んでくださいって言われた時に立ち上がって、うん、ただ立つんじゃなくてつま先立ちで立ち上がって、1100何年鎌倉幕府ができましたとか、そういうこと言えばいいですね。そうですね、うん、そうですね、何でもつま先立ち、はい、うんうんうん、はい、そうです。あのライブとかで歌う時もつま先で歌ってるんですか？あ、ライブの時はつま…してないですね。あ、そこはしないんですね。しないで、ライブの時はしないんだけど、うん、レッスンとかレコーディングの時はずっとつま先立ちです。結構でも足太くならないですか、それ大丈夫？太くなるんですか？わからないですけどね、ふくらはぎとか強くなりそうですよね。なりますね、うん、はい、おすすめです。あ、で信号待ちの時もしてみましょう。はい、はい、いろいろやってください。まあ鬱陶しいこの時期ね、まあ疲れもたまりやすい時期ですので、はい、まあなんだろう、工夫、食生活とか、はい、あとお風呂とかもね、上手に入って疲労回復してほしいんですけど、僕はね、あの6月に入ってから、はい、あの温かい湯船とそれから冷たいシャワーを交互に 3,4 回浴びて最後出るようにしてますね。うん、肌を引き締めるんですね。血管を、冷たいシャワーを浴びるとキュッとこう締まるんですよね、温かい湯船に入るとまたバッと開くんです、うんうん、でそれを繰り返すことによって、まあ、血流の流れを良くして、うん、老廃物を早く心臓に返してあげて、うん、血液を新鮮な状態に保つという、これね、冬にやるとちょっとね寒いんで大変なんですけど、まあ6月ぐらいから10月ぐらいまでは毎年これをやっておりますが、なかなかでも丈夫にならないですよね。ひとみちゃんは僕のことを体が丈夫だ丈夫だって言うんですけど、すごい丈夫、このハードなスケジュールも淡々とこなしてますもんね。淡々とこなしてないですよ、もうほとんど意識朦朧となりながら、今日はどこだったっけなとかね、たまに間違えちゃう時があるんですけどねまあそんなこんなで、まあ、あの今日もお届けしていくんですけど、お便りがね、はい、今日も来ておりますのでご紹介したいと思います。はい、ちょっと待ってくださいませ、はい、もうたくさん来てるんでひとみちゃん一生懸命探してます、はいはい、あ、それはなんかの請求書じゃないですか、ね、請求書あった見つかりました。はい、ちょっと待ってくださいませ、うん、はい、あ、はい、すいません、お待たせしました。はい、早水健太さんから。あ、健太さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。マイラッキーチャームいつも聞いております。好きな食べ物は何ですか？お二人に質問です。好きな食べ物は何でしょうか？ということです。はい、ひとみちゃんもね、好きな食べ物はいっぱいあると思いますけど、この夏これを食べたい、なんか一番注目してる食材ありますか？スイカ。スイカか。はい、スイカはとてもカリウムがあっていいと思います。はい、はい、はい、南雲さんは？メロン。
ダメ？いいですね。いいですか？はい、意外だ。なんでか。いや、スイカと、カツ丼っていうの、まあ、スイカと来たらメロンって言うでしょ、それやっぱりね。カツ丼じゃないんだと思ってびっくりですね、皆さん。すいません、時々期待を裏切ってしまいますけど。じゃあここで恒例でございます、ひとみちゃんから皆様にミステリーなぞなぞをお出ししたいと思います。今日のなぞなぞもなかなか難しいですよ、よく考えてね。はい、銀色のペンを持っている動物は何でしょうか。はい、銀色のペンを持っている動物は何ですか。さあ何でしょうか、はい、じゃあ一曲聴きながら皆さん考えてみてください。はい、ひとみちゃんの新曲でございます、さよならに魔法をかけてのバラードクラシックバージョン、どうぞ。どうぞ。桜咲く思い出の道で空を見上げ涙を隠す、離れたくないよ一緒にいたいんだ、苦しくて叫ぶ青春は you
よならに魔法をかけてっていうのはひとみちゃんのね卒業ソングとして大変人気がある歌なんですけど、これがまたバラードバージョンになるとしっとりとしてさらに良さが増しますね。そうですね、うん、すごく泣けます。泣けました、はいはい。この歌を聴きながらリスナーの皆様そして下田ディレクターは銀色のペンを持っている動物は何かということを一生懸命考えてたと思いますけど今日はなんか満面の笑顔で自信満々にうなずきました。じゃあディレクター回答をどうぞ。ペンギン。当たりです。正解、はい、おめでとうございます。今回はちょっと優しかったかもしれないです ね、 そうですね。まあ大谷翔平も真ん中にボールを投げると打たれてしまうということで、まあ、今度はコースにしっかり投げ分けましょう、はい。では、リスナーの皆様へ本のプレゼントでございます。株式会社ナウンドから好評発売中、霞隆一さんの新作ミステリーエフェクトラ、こちらを5名の方に差し上げたいと思います。そして番組からは、はい、可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。メールアドレスを申し上げます、はい、mail@775fm.com mail@775fm.com までメールをお待ちしております。はい、プレゼントのね応募だけじゃなくてなんか我々に対する質問とか、そうですね、うん、リクエストとかリクエストとか何でも送ってもらえると嬉しいです。はい、送ってください。では番組の人気コーナーでございます。人気コーナーって江中瞳と語ろう語ろう、はい。毎回素敵なテーマについて瞳嬢が語ってくれるわけなんですけど、今日はどのようなことをお話ししていただけますか。先ほど南雲さんが最近はすごい疲れるっておっしゃってましたもんね。そうです、疲れますよね。うん、疲れますよね。はい、その疲れがなくなる方法について教えてくれるんですか。そうです、疲れの対処方法とか、はい、あとはどのような状態で疲れちゃうのかとか、いろいろ皆さんとお話しして疲れるメカニズムについて、そしてその対策。そうなんです。アカデミックじゃないですか。アカデミック、アカデミック、はい。セトロニンという物質が不足するとですね、セトロニン、はい、はい、精神的にも肉体的にも乱れて疲れやすくなるんですね。うん、セトロニンですね。そうなんです、はい。でいろんな疲労がありますね。もうお体の疲労だったり脳の疲労だったり。さてそんな時にですね、はい、どんなものが、飲み物は何がいいかというのを調べてきました。何かそういう疲れた時にこれを飲むと、疲れたら飲む、疲れたら飲む、なんだろうな、これな。お酒じゃなかったですね。お酒じゃない。栄養ドリンク？あ、それもありですけど、うん、まあ手頃に食生活でいつも皆さんが飲んでいるものなのですが、はい、第一位はですね、甘酒です。甘酒。はい。はい、甘酒いいですよね。飲む点滴と言われる、はい、アミノ酸が豊富で、うん、これは本当に疲れた時におすすめです。あとはね、なんとオレンジジュース 100% オレンジ、はい、はい。あとはココア。あ、ココアね。ポルフィノールですかね。あったかいポルフィノールを飲もうとか。ひとみ嬢は割とココア飲んでますよね。ココア大好き で私生クリームが苦手なところがありまして、はい、うん、ココアを飲む時は生クリームを外してくださいって。生クリームを入れるとどんな味になって、外すとどんな感じなんですかね。やっぱりね、生クリームを入れるとさらに甘さがアップして、ミルクっぽい感じで、うん、とっても美味しいんですけど、多分私、多分脳の中に太るとか体に良くないっていうのが脳にもインプットされているんだと思うんですよ。人気家業ですからね、コスタイルを維持しなきゃいけないからいっぱい生クリーム好き。これを取り入れちゃうとちょっとなんかウエストが1センチぐらい増えそうだなと思うと、無意識のうちにこう防衛しちゃうんですね。生クリーム昔は大好きでしょっちゅう毎日食べてたんですけど、その割にはショートケーキとかよく食べますよね。なんですけど、やっぱ脂肪分が多いですし、はい、牛乳と違ってなんかあんまり体にはそんなに良くないって言ったら、なんかいろんなメーカーの方がいらっしゃって、まあね、申し訳ないんですけど、やっぱなんかそう考えましたら、まあ、ほどほどに ね食べ過ぎなければ良いかと思いますけどね。なんでココアにはやっぱ牛乳が含まってますでしょ、はいはいはい、だからはい、飲みます、はいはい。そしてやっぱり牛乳、牛乳がいいわけですね、疲労回復にね。そうですね。
はい、BGM が流れてまいりました。瞳のソーラン節ですね、はいはい、これも元気になりますね。元気元気、うん、あとはちみつレモン、はちみつレモン、はい、のソーダ割り、あらソーダ割り、あらこれはちょっとお酒ですね。ソーダ割りはお酒じゃないでしょ。そうじゃない、はい、ソーダ水ですからね。ソーダ水だからいいんだ、はい、アルコール入ってないですよ。そうですね、はい、ソーダ水にはちみつレモンを入れて飲むこと、うん、あとは紅茶などはちみつを混ぜて飲んでください。紅茶もね、紅茶はいいんだ、疲れにいいんです。疲れた時、あ、ちょっとなまっちゃいました。疲れた時にいいみたいです。コーヒーよりもじゃ紅茶なんですかね。コーヒーより疲れた時は紅茶みたいです、うん、で今度は疲労した時の食べ物をいきます、はい、飲み物と、そして次は食べ物です。はい、ビタミン B 群の豚肉、はい、大豆、うなぎ、玄米、きのこ、それからビタミン C、パプリカ、ブロッコリー、レモン、いちご。よくね、夏にうなぎを食べましょうなんて言いますけど、これはじゃあ理にかなってるわけですね。そうなんですね。あとはブドウ糖、これはですね、ブドウとかバナナ、蜂蜜。ブドウ糖って本当にブドウに入ってるけど知らなかったな。ブドウに入ってるんだ。じゃあブドウ食べよう、ブドウ食べよう食べよう、うん、それから鉄分、うん、アサリ、イワシ、小松菜、レバー、うん、それからクエン酸、うん、はい、これは梅干し、レモン、オレンジなど、こういった時は疲労回復におすすめの食べ物です。やっぱりなんかあるんですね、その時々に応じて合うような食材というのが、うん、あるんですね。じゃあまあちょっと夏バテしてきたな、疲れてきたなと思ったらクエン酸を取りながら、うなぎとか豚肉、そう、豚肉は女性にとってもいいらしいです。うん、ね、やっぱりあとはね、休息を取ることですかね。まあこれが一番ですよね、うん、睡眠を取ったりとか ね、うん、あとは本当に趣味、何か趣味を持つこととかね、うん、あとはちょっと運動してリフレッシュみたいな感じですかね。まあそうですね、適度な運動を継続してやってるといいですよね。そうね、たまに激しくやって、あとずっとやんないっていうとね、もうダメなんで、まあ毎日毎日できるだけコンスタントにできるのがいいですよね。でね、睡眠って6時間がちょうどいいって言われてます。6時間、本当にそう言われてるんですか。そうそうそう。でね、午後3時までの間に20分です、仮眠を取ること、いわゆるお昼寝ってやつですかね。お昼寝するといいみたいですね。はい、エンディングの曲が流れてまいりました。ベースボールプラネット、今ね野球も佳境でございます。これからね、来月になると高校野球予選とかも始まりますよね。そうですそうです。ひとりちゃん野球大好き、先日は野球に行ったという噂もちらほら。あ、そうなんです、はい、ね、だから皆さん本当に疲れた時はですね、食べること寝ること、そしてリフレッシュ、しましょう。まあ、野球もそうですけど、まあ、この時期、暑い時期に、ね、屋外でスポーツやる方とかも疲れないように、疲れないようにしっかり、ね、前の晩は寝て、寝て、うん、朝ごはんも、豚肉とか食べてあとあの納豆いいんじゃないですか。タンパク質、納豆がいいです ね、うん、頭の回転も良くなると思います。納豆に酢をかけたりすると最高だと思います。ということで、はい、甘酒、それからオレンジジュースなども一緒に摂取して、快適に夏を過ごしましょう。過ごしましょう。よし、なんか俺も疲れ気味だからな。じゃあ今日は甘酒ですか。甘酒とオレンジジュースと蜂蜜レモンと紅茶いっちゃおうかな飲みすぎかもしれない。じゃあ私は今日はうなぎみたいな。うなぎ、わかりました。うなぎ3枚いきましょう。はい、うなぎ3枚マシ。はい、じゃあ人民情報でございます。6月18日日曜日は午前11時から水元公園野外音楽堂で将軍祭り、人見ちゃん出演いたします。そして夜は、午後6時から東中堂、はい、シェットイエス、そうです、人見ワンガールコンサートがありますので、ぜひ皆さん来てください。ちょっとお衣装も派手めにします。派手に露出多めかもしれませんさあ、まもなく日付が変わります、はい、6月15日になりますけども、15日の花と宝石は、はい、君ちゃん大丈夫ですか。はい、お花はカーネーション、うん、カーネーション、お石はムーンストーン、そしてこの日にお生まれになった方の性格です、はい、いつも明るくて朗らか、フレンドリーで社交的、そして理解力もあり、トークが素晴らしく上手、司会業に向いている方が多いそうです。ひとみみたいじゃないですか。いやいや、私はもう話し下手ですし、とにかく発音も悪いですしね。素晴らしいです。では今週も聞いていただきましてありがとうございます。では来週まで。 See you!